Hey guys, it's Totaro. 今回は一撃でできる英語脳を作る方法、これを紹介していきます。そして英語脳を一撃で手に入れるためのワークを実践してもらいます。以前にこの動画を出して、英語を話すときどうしても日本語から英語に直してしまう、英語は出てくるけど瞬時に話すことはできない、英語脳って難しいっていうコメントをたくさんいただきました。実は英語脳と聞くとハードルが高いことだと思われがちなんだけど、みんなが普段していることにあることを意識するだけで一撃で英語脳を手に入れることができます。この方法を実践して、僕自身やレッスン生は3ヶ月で英語を話すだけではなくて瞬時に英語が話せるようになりました。これらの動画で使った学習法で、あることを意識しただけで一撃で英語脳が手に入り、日本語を介さず英語がスラスラ話せるようになります。だから今回の動画を見た人は他の人に比べて頭一つ抜けることができます。さらに今回は単語学習をしている時に 99% の人が勘違いしている英語脳作成方法について話していきます。英語脳を手に入れて短期間で英語を瞬発的に話せるようになりたい、英語初心者でも今すぐに英語脳を手に入れたい、英語脳を手に入れてストレスなく旅行や職場の人、友人と英語で話したい、そう思っているのであればぜひ最後まで見ていってください。結論から言うと、一撃で英語脳を作る方法は、英語だけの環境に身を置くこととは口が裂けても言いません。皆さんよくこういうの聞きませんか？英語だけ使う環境に身を置こう、海外に行って英語を使う環境を作ろう、こういうのよく聞きますよね。当時学生で英語を話せなかった僕は、常に英語がある環境っていや無理じゃない、こんな風に思っていました。皆さんも現実的にすぐに作れますか？大体英語だけの環境を作ろうという人に限って行動をしないのが悪いとか言ったりしますけど、本当にそうでしょうか？子供がいたり、会社で働いて忙しかったり、みんな色々な事情がありますよね。僕の役割は今すぐにできて、どんな状況下でもできる方法を伝えることだと思っています。行動しなさいというのは簡単です。それでは僕が発信している意味はありません。どんな状況下でも実践できるような方法を伝えるのが僕の役割だと思っています。だからこそ僕が留学経験なしで英語が話せるようになって、再現性が高い英語脳を作る方法を紹介することに価値があるんです。それではその再現性が高い方法を紹介していきます。結論から言うと、英語脳を一撃で作る方法、それは感情を込めて音読することです。感情を込めるだけ？それだけでできるわけないでしょって思われたかもしれませんが、実はこれ 99% の人が実践できていません。なぜできていないのかというと、その感情の込め方を知らないからです。実際にその感情を込めて音読する2つの方法を紹介する前に、なぜ感情を込めることが短期間で瞬発的に英語が話せるようになることにつながるのかを話していきます。よく英語脳と聞くと、英語を英語で考えるっていう風に言われますけど、いやいや簡単に言うけど、英語を英語で理解するってどういうことっていう風に思いませんか？英語が話せる僕でさえ思ってしまいます。覚えておいてください。正確に言うと、英語脳というのは、英語は感情や場面で話すということなんです。これは英語に限らずどの言語でも当てはまります。実は英語を英語で考えるというのをより深く分析すると、感情や場面の非言語の部分で理解し、結果的に英語を英語で理解できているというだけなんです。ここを理解していないから、英語を英語で理解すると言われてパニックになってしまうんです。日本語で考えると分かりやすいんですけど、日本語を話す時って日本語を日本語で考えてますかね？いやいや日本語でそのまま理解してるよって思われてるかもしれませんが、話す時は特に日本語はある感情や場面に出くわすと自動的に言葉が出てきませんか？実はこれって日本語を日本語で考えているというわけではなくて、考える前に感情や場面にリンクした日本語が出てきているというだけなんです。覚えておいてください。言語は条件反射で出るものなんです。もう一度言います。条件反射で言葉が出てきます。例えば何かすごいものや素晴らしいものを見た時に、すごいという非言語の感情や場面に出くわしてますよね。この時に日本語ならすごいとか、英語なら It's amazing とかになりますよね。また美味しいものを食べたら、美味しいとかうまいとかっていう言葉が勝手に出てきますよね。つまり言語というのは考えるという言葉が適切ではなくて、感情や場面によって条件反射みたいに言葉が出てくるんで、なんとなくみんなもわかるんじゃないかな。何かすごいものや素晴らしいものを見た時に、とっさにすごいとかって言葉が出てきますよね。これは感情や場面がすごいという日本語にリンクしているんです。じゃあ実際にどのようにこの英語脳を作るのか、それが感情を込めて音読するということなんです。先ほど感情や場面に出会って感情や場面にリンクした言葉が出てくると言いました。つまり前もって英語の文章に感情や場面をリンクさせておく必要があるんです。実はこの作業って母国語である日本語ではもうすでにしているんです。子供の時とかに何年もかけて泣いたり怒ったりなどの喜怒哀楽で使う日本語。いろいろな場面を通じて感情や場面に日本語がリンクされてきたんです。だからとっさに日本語を考える間もなく僕たちは日本語を自動化して話すことができるんです。そしてこの自動化を英語に応用すればいいというだけです。それが英語を感情を込めて音読するということです。これをすることで英語のを作ることができる理由はもう説明したのでわかりますよね。つまり英語の文章を読むときに感情を込めたり場面を想像したりすることで僕たちの母語である日本語のように英語の文章と感情や場面が結びつくということなんです。それでいわゆる英語の自動化を可能にすることができます。例えば It's amazing この表現を普通に It's amazingと読むのではなくて、何かすごいものを見た時の感情や場面を想像して、It's amazing! と音読するんです。この練習をした時点で、すごいイコール It's amazing! ではなくて、非言語の感情や場面イコール It's amazing! となっているわけです。これが英語脳の正体です。この練習をすることによって、実際の生活でこの感情や場面に出くわした時に、勝手に口から It's amazing! となるわけです。このように感情からアプローチすることによって、自動的に英語が出てくるようになります。日本語から英語ではなくて、感情から英語という流れになります。それではこれから実際に感情を込めて英語を読むワークをしていきたいと思います。それではこれから英語の自動化トレーニングをしていきます。その前に自動化トレーニングを効率よく行う方法を2つ紹介します。1つ目は写真などを使ってイメージすることです。これはこのように絵を使ってイメージして、イメージイコール英語とすることができます。でもこれは欠点が1つだけあって、皆さんも感じたことはあると思うんですけど、単語を暗記するときに使える単語とそうでない単語があったりしますよね。あとは文章になるとぴったりのイメージ写真を見つけることができません。例えば apple という単語のイメージ写真は出てきても、という単語はこれっていうイメージ写真はないですよね。あと I'm looking forward to it 楽しみにしています。このような文章のイメージは出てこないですよね。なのでパッとイメージできるものにしか写真などが使えないということで、だからこそ2つ目の方法を皆さんにはおすすめします。それがイメージをするのに最強の方法です。それは感情や場面をイメージすることです。ここで冒頭にも言ったイメージと聞くと勘違いしてる人が多くいるんですけど、イメージイコール写真と思っていたら NG です。イメージというのは感情や場面をイメージすることも含みます。これではもうイメージできない単語や文章はもうありません。例えば stubborn 頑固なという意味の単語では写真などではイメージしにくいですよね。でも頑固なという日本語を発した時になんか堅くなで譲らない感じがありますよね。この雰囲気、言語から醸し出すイメージを大切にするんです。もちろん先ほどの I'm looking forward to it楽しみにしています。これも写真などのイメージもしにくいですし、言葉にもしにくいですけど、なんか楽しみにしていて前向きな感じがありますよね。この文章から醸し出すワクワク感、これをイメージするんで、なんとなく分かってきましたか？それでは実際に皆さんにワークをしていただいて、英語自動化トレーニングをしてもらいます。それでは今日使った I'm looking forward to it楽しみにしています。これを一つ目の方法の写真のイメージではなくて、二つ目の感情や場面をイメージしてもらいます。今日は僕の設定を勝手にイメージしてもらいますけど、ご自身がイメージしやすいような設定を想像してください。それでは行きます。例えばあなたの友達が旅行に行こうと言ったとします。それを聞いて本当にあなたは嬉しくて、楽しみにしているという言葉を言う設定です。それでは僕に続いて音読してください。楽しみにしているという感情を持っていきます。それではください。I'm looking forward to it.I'm looking forward to it 楽しみな感情を持っていますか？もう一度いきます。 I'm looking forward to it I'm looking forward to it これで完成です。でもこれだけでは回数が不十分です。この考え方を頭にインストールしていただいて、この動画で話したステップを実践して回数をこなしてみてください。最後に覚えておいてください。感情と場面が英語の文章に宿るとき、あなたの英会話力は急激に伸びます。ぜひ覚えておいてください。それでは今すぐにできるように最後に復習をします。その前にお知らせです。こちらの公式 LINE では、僕が英検3級 TOEIC210 点の全くの英語初心者から、6ヶ月で TOEIC9002ヶ月で英検1級、3ヶ月で英会話を習得した方法の配信と、英語学習を継続できてやりきれる環境を用意しています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間で英会話、英検、TOEICなどのあなたの求める英語力を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひですね、この動画下の概要欄から登録しておいてください。初心者向きの英文法書、独り言英会話集などの無料教材、その他にも計6つの無料特典が欲しい方は、消えてしまう前に今のうちに登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、短期間で英語を攻略力する貴重な英語学習法をできるだけわかりやすく配信しています。だからそういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもお願いします。では最後に復習して、今すぐにできるようになりましょう。今回は一撃でできる英語脳を作る方法、これを紹介しました。英語脳を一撃で作る方法は、感情を込めて音読することです。これを行うことで、感情場面が英語の文章と結びつき、条件反射みたいに言葉が出てきて、英語の自動化を可能にすることができます。その自動化トレーニングを効率よく行う方法2つは、1つ目は写真などを使ってイメージすること。写真などでイメージできる場合は使用して、イメージしながら単語暗記などで英語を読んでください。2つ目は感情や場面をイメージすることです。これで写真でイメージできないものもイメージすることができます。イメージイコール写真と思っていたら NG です。イメージというのは感情や場面をイメージすることも含むということを覚えておいてください。英語の言葉から醸し出す雰囲気やイメージを大切にしてください。ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。僕は一人一人にコメントを返していますので、僕からアドバイスが欲しい人はぜひコメントしてみてください。僕の話したことをコメント欄にアウトプットするだけで英語が上達します。必ず僕の動画を見たら学んだことをコメント欄にアウトプットしてください。次回も役に立つ英語学習法を見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。